今日は岡山デニムさんのデニムの、生地を原料に使ってこの紙を作ってます。今回ですね、和紙の原料たくさん使ってますので、ご覧のようにとても作るスピードがゆっくりです。だいたい1分間に 3.5 メートルの紙ができます。マシンメイドなんだけども、手すきのような温かい風合いの紙を今回作ることが目標でやってます。デニムが約 15%、その他は和紙の雁皮という繊維を使って、その2つをミックスさせて紙を作ってます。紙を作る歴史から言うと、日本では木の皮を使ってそれを繊維にして作るっていうことと、逆にヨーロッパの方の紙を作るっていうのはデニムと同じでコットンとか木綿、麻、そういったものを紙を作るので、今回そのデニムを使うっていうのはこう和と洋のミックスといいますか、そういうような紙になるんじゃないかなと思っていました。